ドアを少しだけ開けておく男の話。ドアを少しだけ開けておく男の話。これはね、私が中学校の頃の同級生の話ですけども、同級生のある男子がいてね、それとはですね、まあ気のいいやつで、私なんかとも親しくしていて、でまあ、おしゃべり好きというかね、そういう男子だったわけね。でそいつがね、一つ癖を持っていて、ドアをね全部閉めないという癖を持ってたね。学校とかさ、教室のドアっていうのは、まあガラガラっていうそういうスライド式のドアで、で閉めるわけでしょ。うん。でそいつはね、冬でもなんか開けとくわけね、ガラガラって言って、そうね、10センチぐらい開けとくわけ。で全部閉めないと。で教室のドアっていうのは別に閉めても閉めなくても別にいいし、特にね、暖房してても別に全部閉めるっていう感じでもないでしょ。だからまあそういうことかなと思って、でそういう癖を持ってるわけね。うん。で学校でね、ドアを開け閉めするなんてことはあんまりいないんだよね、生徒が。で私はね、そいつがドアをね少しだけ全部閉め切らない、開けておく、10センチぐらい開けておく癖を持ってるなというのを気づいたのはね、そいつの家に行った時なんだね。まあ中学校ですから、まあ家に遊びに来いよみたいなこと言われてですね、まあ他の男子と一緒に、5、6人で行きました。うん。でそいつはね、なんか夏だったんで、お前シャワーとか入るよみたいなこと言われて、で友達の家行ってね、あんまシャワー借りるのもあんまりだなと思って、でも友達はなんか友達を自分の家に呼んでシャワーを入れる、シャワー使わせるのがこう誇らしいみたいな、そんな奇妙な感覚を持っていたわけですね。だからまあすごい勧めてくるわけで、私の友達の他の男子もね、じゃあシャワー浴びとこうかなみたいな感じで一人一人入って、私もシャワー浴びて出てきて、でなんかおやつ食べようぜとかと言われて、でなんかポテチとか出してくれて、まあまあ普通の感じだったわけね。でそいつがね、部屋を出入りするときに自分の部屋のドアってあるでしょ、そいつの部屋のドアねを全部閉め切らないんだよね。10センチぐらい上げておくわけ。うん。で毎回そうなので、別に普通、うん、他のね家のドアも10センチぐらい開けておく、つまり閉めるんだけども10センチぐらい開けておくみたいな、そういう習慣なわけね。その家の習慣だったのか、そいつの癖なのか、よくわからないけども、学校でもね、そいつが、ま、ドアを閉め切らない、10センチぐらい必ず開けておくということをやっていたのを見たんで、あ、これはその癖なんだなと。まあ家でもずっとやってるから学校でもそれが出てしまったみたいな、そういうことだったのかな。うん。なぜね、その癖がそう定着しちゃったのかわからないけども、まあ癖っていうのは原因は謎ですからね。うん。だから詳しくは聞かなかったけども、よく覚えてますね。まあこうなんか深くね、解釈するとですね、私がね深く解釈すると、ちょっと私なりにね深く考えて、今でもずっと考えるけども、深く考えると、そいつがおしゃべり好きだったのは、まあ、他人とのつながりを遮断したくないみたいな、そういうこともあったのかな。私はね、どっちだかというと他人との関係を遮断しても別に苦はないわけ。うん。残念だなとは思いますけど、別に苦しかないわけ。他人との関係がね、こじれても遮断されてもね、まあそりゃそうだろうと思うわけですね。しょうがないなと思うわけ。でもそいつはね、本当におしゃべり好きで、私のような偏屈な人間に対してもどんどん喋ってくるわけね。逆に言うと、私のような偏屈な人間こそ喋っておかなければいかんみたいな、そういう雰囲気を出してきて、喋りかけるわけね。うん。だから他人との関係を遮断したくないっていう
気持ちの表れがドアを完全に閉めないみたいな、そういうのに現れてるのかなと、そんなに思ってますね。うん、まあ実際聞いたわけじゃないし、私もね心理学とかその辺は疎いんで、間違ってるかもしれないけども、私の記憶の中ではね、そういうふうに、なってますね。うん、そういうふうに解釈して結論付けてますね。そいつもまたね会ってなんか喋るってこともまずないだろうし、聞いても覚えてないだろうし、うん、本人でさえわからないこの心の中のねことなんで、私がどうこう言うのはあれですけども、でもね、でもねっていうことですよ。